皆さんお待たせいたしました。第2部です。では早速丹下さんのツボから教えていただけますか。今年はタイム、タイム、はい、こだわってみたいですね、うん、あのオークスのレコードはジェンティルドンナ2分23秒6、その年のねダービーと時計同じ、内容的にはジェンティルドンナの上だった。その時計に続くオークスのレコードっていうのが、それまではね2分25秒3、まあ、大体オークスは2分25秒の真ん中ぐらいで、まあ普通のレベルだったら推移すると思うんですよね。だからまあジェンティルドンナというのは桁違いに強かったというのがまあオークスの時計でわかるんですけど、今年はね多分1頭だけその2分24秒台で走れる馬がいると思う。後でこっそり教えてください。だからまあ、はい、タイムっていうのは、その可能性があるっていうことで、はい、タイムです。気になりますね。わかりました。タイムですね。はい、ありがとうございます。オークスの出走前馬を金銀銅の札で評価していきます。春の G1 シリーズ第4弾、3歳の牝馬により東京の 2400m で行われます。では早速いきましょう。レッツゴードンキ。あ、柏木さん銀、丹下さんがどう。前回はあのレッツゴードンキの一番いいところが出たっていうのは言えるし、まあ、あの助走つけていけば最後伸びるのは当たり前だろうという厳しい見方もできるし、あんまり距離伸びるのは歓迎ではないけど、僕はそう勝ったっていうのはさっきあのルーチバックの精神状態言いましたけど、レッツゴードンキは自信満々でしょう。だってケチらかしてきたんですよ、あの子たちには負けないわと思ってランクが違うわよ。失礼だよね、どうはね。いやいや、そんなことない。きっとね、大崩れしないと思います。うん、うん、これはどうではなくて本当銀とかに近い、そういう、まあ、印です。マキシマムドパリ。アシロはフローラステークス一番、よく見えたんですけど、はいはい、でもね、やっぱり調教はある程度できてるとは言っても体がやっぱり減りすぎかな。うーん、候補に入れてもいいんだけど、オークスに向けて上積みを打つのが私も苦しいと思います、うん、当選ナチュラル。人気以上に走るかもしれない。あら、スイートピーステークス、はい、1分47秒4っていうのはあのフローラステークスの 1800m の通過タイムより早いんですよね、うん、でまあタイプは違うんですけど追い込み馬なんですけどね、なんかこう先週のミナレットとか経営エレガントとかの大穴出すタイプはもしかしたら当選ナチュラルかもしれない。心の愛。